四条半信和体系は、森見、昇義彦による日本の小説である。書き下ろしで、大田出版より2005年1月5日に刊行された。文庫版は2008年に、角川書店より刊行された。2010年には、のいたみなにて、テレビアニメ化された。京都市を舞台に、京都大学三回生の男子学生が、一回政治に選んだサークルによって、 自らの大学生活をいかに変えていったか、その可能性を描く一人称小説。独立した4話から構成される。太陽の塔によるデビュー後、太田出版の編集者から、うちで太陽の塔みたいなくされ大学生が出てくる作品を書いてほしいと持ちかけられたのが執筆のきっかけだといい、舞台設定などは太陽の塔と似通っている。太陽の塔との大きな違いは、 平行世界の要素が取り入れられている点である。各話で、私は異なる、サークル、組織に所属するが、結末や登場人物が共通、関係し合っており、第4話で、私は、平行世界を横断することになる。物語の最後に平行世界であることが明かされる、展開ではなく、各話の書き出しが統一されているなど、各話がべて平行世界であることを前提に描かれる。 平行世界のアイデアには、キューブの影響もある。テレビアニメは11話構成であるため、アニメ化に際しては、全体の印象や設定を損なわないよう配慮しつつ、小説版の各話のエピソードやパーツを組み替えて、10パターンの平行世界にまとめ直された。二千八年八月に韓国5番が、図書出版、ビチェから二千九年十二月に、反対中国5番、四畳半や土石、 青春瞑想が、地方文化から、2010年8月に、艦隊中国語版、四条半身話体系が、上海人民出版社から刊行されている。声は、テレビアニメ版における声優を示す。私声、浅沼慎太郎主人公であり、物語の語り手。農学部に所属する大学三回生で、元老人生。身長は180センチメートルほど。 下鴨有水槽に住む。プライドと理想は高いが、非活動的で社交性の低い地味な青年。大学入学を機に、サークル活動を通じて、バラ色のキャンパスライフをもくろむも、オズと共に不毛で、無意味な大学生活を送る羽目になる。一回生の夏に、女性関係で痛い目に遭い、サークル内の交友関係がうまくいかず孤立し、またオズに感化されたこともあって、 性格が一層ひねくれてしまう。理想の女性像は、ふはふはして、繊細微妙で夢のような、美しいものだけで、頭がいっぱいな黒髪の乙女。ジョニー星、ヒアもう一人の、私。アニメでは比喩表現としてデフォルメされたカウボーイ姿で、描かれ、馬にもたがっている。オズ星、ヨシノヒ私の宿敵であり名優。 工学部電気電子工学科に所属しているにも、かかわらず、電気も電子も工学も嫌いで、一回生終了の時点では、取得単位数も成績もひどい低空飛行だった。私とは、同学年。偏食家であるため、顔色が悪く、妖怪に例えられるほど不気味な風貌。三度の飯より薬用が好きな甘の弱で、他人の不幸を置かずに、飯が三杯食える。しかし、 立ち回りがうまく、多くのサークルや組織に所属して、京都中に広い人脈と情報網を築き、私とは対照的に無意味な学生生活を存分に楽しんでいる。樋口を熱心に支持し、何事においても樋口の弟子であることを優先する。意外にも恋愛に関しては一途で、実は小日向さんと付き合っている。親からは、たくさんの仕送りを送ってもらっている上に、 浄土寺の佐藤菓子みたいなマンションに住んでおり、主人公を家にはあげたことはない。ただし、赤石さん、羽抜ヌさんは言ったことがあるように描写されている。多くのサークルに所属することから、私は、どのサークルを選んでも、オズと巡り合い、悪友となる。オズ曰く、運命の黒い糸で結ばれた、運命共同体。勝手にサークル内での立場を悪くしていく、私を、 時には煽り立て、時には天才的な立ち回りで助ける。アニメ版では私を踏み台にして組織でのし上がっていく側面が強調されている。原作では私と酒を飲む場面が出てくるが、アニメ版では酒が飲めないらしい。赤史さん声、坂本麻也、私とオズの一年下の後輩。工学部建築科に所属。理知的で、 クールな黒髪の乙女であり、歯に衣着せぬもの家で周囲を寄せ付けない。画だけが唯一の弱点で、画を前にすると、巨栄と漫画のような悲鳴を上げて取り乱す。ちグマが好き。彼女が一回生の夏に、下鴨神社の古本市で二回生の私と出会っている。アニメ版では、ワンピースに十分だけのレギンスという格好。名前の由来は、本人の友人である。 法学部の証から採用されている。小説版では映画サークル、みそぎに入り、オズの下で働いていた縁で、一回生の秋に、樋口に、弟子入りする。その後、私と、成就した恋愛関係となることが各話で示唆される。アニメ版では、話によって所属するサークルが違う。バードマンサークルの場合と、樋口の弟子の場合がある。バードマンの場合、 一回生の時に自転車サークルソレイユに所属し、その年、毛上げで行われたロードレースで男女総合優勝を果たし、すぐにソレイユを辞め、バードマンに入る。ロードレースの賞金をすべて突き込んで飛行機作りを始める。彼女が二回生の夏に映画サークル、みそぎに 3DCG とビジュアルエフェクトのスケットとして参加し、その時、愛島に好意を寄せられるようになる。 なお、私と成就した恋愛関係となるのは、最終話のみ。樋口聖太郎生、藤原慶治オズが、師匠と呼び慕う自由人。大学八回生。常に悠然と構えていて、神秘的な気配と、高貴さと、のんきな笑顔を叩える。雰囲気は、良くて、仙人、悪くて、貧乏人というのが、私の表。弟子踊り。 ほぼ彼らからの貢ぎ物だけによって生活している。常に紺色の浴衣を着て、高下駄を履いている。ナスのようなしゃくれ顔で、髪は台風通過後のようにくしゃくしゃ。私と同じ下が燃ゆう水槽に住んでいるが、彼の部屋はかなり散らかっている上に汚れており、特殊なたわしを使わねばならないほど。交友は、おずとは、指定関係のほか、和感と仲が良く。 城ヶ崎とは因縁の中、縁結びの神、かも、竹津呑の神を自称したことがある。小説版、第2話では、ガの大群と共に空に消えるという不思議な退場をしたようであるが、目撃したのはオズだけであったため、私は、まるで信じていない。羽根岩良子星、海田ゆ子三影郷蕎麦の窪塚歯会医員に勤める、科会生士。 覇気がみなぎりなぎなたが似合いそうな凛々しい美女である。好物はカステラと酒。酒癖が悪く、うっかり酒に付き合った者は地獄のエンドレスナイトを味わう。ひどく酔うと人の顔を舐める癖がある。樋口や城ヶ崎と親しい中で、特に樋口とは世話女房のような関係。司会の久保塚に言い寄られたり、セクハラされたりと迷惑している。アニメ版では、 樋口との仲がより深く描かれており、樋口が世界一周の旅に出ると知った時は、英会話サークルで落ち込んだ様子を見せたり、欄干から叫んだりしていた。最終話では、私の発言を受けた樋口に誘われ、二人で世界一周の旅に出た。オズとも親しく、私が感知しないオズの一面を知っている。城ヶ崎正生。 すわ部純一樋口の親友かつライバルで、樋口と自虐的代理代理戦争を5年近く続けている。小説版では、博士課程の院生。アニメ版では、大学八回生。映画サークル、みそぎのカリスマ部長であり、水も滴る良い男でナルシストである。しかし、私生活では、香りと名付けた、ラブドールの愛好家という一面を持つ。 また父好きでアニメ版ではその特性が強化されている。小説版では香里さんの他にも女性経験が豊かで、みそぎでもア島から恋人を奪っており、そのことでア島から恨みを買い、部長の座を失脚させられることとなる。アニメ版では極度の潔癖症から生身の女性に触れられず、香里さんのみを愛するようになったと設定されている。ただ、羽ネきさんだけは、 それなりに気があるらしい。第3話では、私の特訓を指導する人の良さも見せた。香里さん声本編、浅沼慎太郎、檜山信之 DVD&BD16 未放送エピソード、のとまみこ城ヶ崎が所有する超高級ラブドール。人形とは思えない、美しさと気品があり、城ヶ崎の調和を受けている。小説版では愛島が図書館警察を使って、誘拐した際、 保管担当者が禁断の愛に落ち、愛の逃避行に走ってしまう。その後、自虐的大理大理戦争で、樋口の命令を受けた小津にも誘拐される。アニメ版では、赤子さんの気を引こうとする愛島によって誘拐され、そうになる。話によっては、私の四畳半に来る。愛島聖、佐藤雪人気で、陰銀無礼な雰囲気の学生。普段は、映画サークル。 みそぎの副会長であり、城ヶ崎の太鼓持ちであるが、裏の川、は、地下組織、福猫飯店に所属している。私が相島と同じサークルになった場合、私を陰室にいじめる。お津にそそのかされて、みそぎでクーデターを起こすも、後に、福猫飯店でおずにクーデターを起こされる。裏の顔の時は、警官のような出で立ちで、サーベルを所持する。小説では、 私が三回生の時に図書館警察の長官に就任している。城ヶ崎に恋人を奪われ、その恨みで、みそぎでクーデターを起こす。アニメ版では、私が一回生の時から、福猫飯店店長であり、図書館警察長官であった。みそぎのスケットに来ていた、赤子さんに片思いをし、赤子さんに良いところを見せつけるためにクーデターを起こす。老婆生。 マヤマアコキヤマ通りにいる占い師の老婆。容器を垂れ流し、言葉巧みに自尊心をくすぐるため、私はあっさりと信用してしまう。どの話でも、コロッセオという意味深な助言を、私に授ける。アニメ版では、コロッセオの言葉はなく、後期は何時でも、あなたの目の前にぶら下がってございますと示唆し、占い後に料金を取る。小日向さん小説では会話の中に出てくるだけで、 本人が登場することはない。私が一回生の時に映画サークル、みそぎに所属していたが、半年ほどでサークルをやめている。私が女性関係で痛い目にあったというのは、彼女に振られたことを指しているらしいという示唆がある。実は、オズと付き合っているが、オズは断固として隠し通そうとする。アニメ版では、私の理想の女性像と一致する、黒髪の乙女。 怪しげな宗教団体、本和家の教祖の娘で、広告等であるが、本和家の下部組織である、ソフトボールサークルにはほとんど顔を出さない。テニスサークルにも所属しており、私が一回異性の時に出会い、告白するも強靭する。小説同様、実は、オズの恋人、時計台のモデルである、京都大学時計台記念館、鴨大橋から望む鴨川デルタ。 下鴨遊水槽下鴨泉川町にある廃墟同然の古びた下宿。幕末に消失して再建して以後そのままであるという噂がある。110号室に私の4畳半部屋があり、真上の210号室には樋口が住む。別の作品でも出てくるが泉町にあると描写されている。アニメ版では玄関一部外装は銀月アパートメントがモデルに その他は、京都大学吉田寮がモデルとなっている。また、実写取り込みの際は、実際に、吉田寮に住んでいる学生の部屋を使った。大学の時計台時計台の前で、私がサークルの勧誘ビラをもらうところから、物語が始まる。アニメ版では、時計台の針が逆回転する場面で各話が終わる。鴨川デルタ、鴨尾橋田川と鴨川が合流して、 鴨川となる地点。物語の重要な舞台の一つで、小説版の各話及びアニメ版最終回は、大量発生したがが、カ大橋に飛来する。これは、二本の川が一本にまとまることと、平行世界が一つにまとまる展開と重ね合わせた、設定である。五山の送り火京都の盆地にある五つの山に、大、妙法船形、大、 鳥居形の送り火が点火される、京都の夏の風物詩。この日、オズとヒグチが、私と、アカシさんをデートさせようと、アカシさんをカモオハシに呼び出している。また、この日、アイジマがオズに対して、福猫飯店でクーデターを起こしている。私が四畳半に迷い込んだものこの日であり、出てきたのもこの日である。アニメ版ではこの日に、カルト宗教団体、本和歌が所有する。 飛行船、ノアの箱船が何者かに強奪されている。最終話ではこの日に、カモオハシで大量のガが発生。病院小説版の各話及びアニメ版最終回は、病院のオズが入院している部屋で物語が終わる。猫ラーメン、下鴨神社界隈に出没する、屋台ラーメン。猫で出汁をとっているとの噂があるが、味は無類である。無口な店主は、 自虐的代理代理戦争の立ち会い人であり、アニメ版では、樋口、は、菅城ヶ崎と、同会性であったという設定。太陽の塔から登場する食べ物。餅熊明石さんが好きな熊のぬいぐるみ。餅のように柔らかいところから彼女が名付け、5匹揃って、ふわふわ戦隊、餅熊んと呼ぶ。小説版での材質はスポンジ。アニメ版では、手のひらサイズのぬいぐるみである。 小説版第4話にて、赤子さんが古本史で紛失した一匹を私が発見して、以来、各話の世界を横断し、第1話にて、赤子さんの手元に戻ることになる。アニメ版では固有のキャラクターとして設定され、赤子さん個人の命名ではない。色違いの5匹の持ちマのうち、白の持ちマを、各話ごとに様々な場所で紛失するが、必ず右曲折を経て、 私の手に渡り、四畳半の蛍光灯の紐に吊るされ、私の目の前に、いつもぶら下がっている。美女と竹林にて、作者の熊のぬいぐるみから採用されていることがわかる。自虐的代理代理戦争太平洋戦争前より、行われる不毛ないたずら合戦。不毛ないたずらに徹するべしとの不分立がある。今となっては何が原因での争いか不明だが、 とにかくことがうやむやになることを避けるため、後輩を代理に立てて、争いを続けてきた。樋口と、城ヶ崎は29代目にあたる。和解の階段は、猫ラーメンの屋台で、次の代への引き継ぎは、加茂大橋で行う慣習がある。海底に万回り樋口が愛読している書き物で、読むのに1年以上かかっている。元は、私が、下鴨茂神社の古本誌で購入した本。 地球儀に待ち針を刺し、航路を辿っている。アニメ版では、出版社との関係から、角川文庫の花は漢字翻訳版を読んでいる。樋口恵子生、大原さやが、私の、文通相手。オズが、私にくれた古本の末ページに、名前と住所が書かれており、私がそこへ手紙を出したことがきっかけで文通が、始まる。文体は、黒髪で知的な女性を思わせる。 文通相手に会うことを自制する。私に対して会いたいと求め、私を反問させる。正体はオズ及びアカさん。カステラ格話の終盤、ひ口の弟子によって、私の部屋に届けられる。大きなカステラ。何者かに食い散らかされていることもある。ちなみに羽抜きさんの好物でもある。小説では、司会の久保塚が羽抜きさんにあげたもので、それが羽抜きさんや弟子から食い物をもらって、 生活している樋口の元に来て、弟子を通して、私の元へとやってくる。アニメ版では、五サの前日か、五サが終わった後届けられることが多い。ゴキブリキューブアニメオリジナル。大量のゴキブリを固めた塊で、自虐的代理代理戦争で、オズが、城ヶ崎宅に放り込んだ、生物兵器。アニメ版10話では暴発し、私の部屋に、大量のゴキブリが押し寄せる。元は、 太陽の塔に登場するアイテム。ノアの運ぶアニメオリジナル。本和歌の本部にある飛行船。どう見ても数人しか乗れないが、世界崩壊の日に一組のカップルとたくさんの動物の、つがいを乗せるための船と本和歌の競争は主張している。9話及び11話では、小日向さんと、ご三億リビを五つ一遍に見ようとオズが、強奪するが、福猫反転の妨害を受け合いなく墜落する。 コロッセオ小説版のみ、占い師の老婆が語る、あなたの後期の印。その言葉通り、各エピソードに、それぞれの形でコロッセオ、またはそれを思わせるものが登場する。恋の邪魔者オズの情報網を使い、私とオズで、恋の赤い糸を切って切って切りまくる、限りなく敗北に近い勝利者、黒いキューピット、鴨川にいたカップルの集団に、 ロケット花火による襲撃を行った。テニスサークル、キューピットアニメオリジナル。アニメ版では、小日向さんが所属している。映画サークル、溝木創設者、部長である城ヶ崎による独裁体制のもと、分け合いいと映画を作っているサークル。城ヶ崎と愛島が所属。小説版では、小日向さんが所属していた。バードマンクラブアニメオリジナル。 バードマンコンテストの優勝を目指し、友人飛行機を制作している。赤石さんが、サイクリング同好会、ソレイユ脱退後、所属。また彼女は、島並杯での優勝賞金を、全額、飛行機の制作費に充てている。サイクリング同好会、ソレイユアニメオリジナル。同好会とは、名ばかりの本格的な体育会系サークル。赤石さんが所属し、樋口と共に、 島並杯で総合優勝する英会話サークルジョイングリッシュ和館が所属小説版では河原町山城にある英会話教室ヒーロー賞同好会アニメオリジナルモチグマのヒーロー賞を行うアニメ版では私がモチグマン賞でアカさんを助けたのが最初の出会いである場合がある読書サークル C アニメオリジナル相島が所属 本はかかると宗教団体。小説版では大学の裏勢力に食い込んでおり、福猫反転にも強い影響力を持つ。太った中年男が競争。アニメ版では詐欺に近い健康食品会社を装う。ソフトボールサークル、本和歌運動よりも社交を第一目的とし、部員は皆本和歌している。しかし実態は本和歌の学内下部組織であり、 上部組織の信者を集めるためのダミー組織。アニメ版では健康食品会社の販売促進活動も行い、販売で貢献したものを本部に呼び信者として抱き込む。秘密機関、福猫飯店大学を裏で牛耳る非公人の秘密組織。図書館警察、印刷所、自転車にこやか、整理群などの下部組織を従える。愛島が所属。小説版での 福猫飯店は、図書館警察、印刷所、自転車に小屋か、整理軍の三組織をまとめて、呼ぶための総称である。この三組織はそれぞれ独立しているのだが、利害のぶつかり合いを避けるために、福猫飯店という上部組織を置いている。福猫飯店は、それぞれ強大な権力を持つ代表たちが利害をすり合わすための会議体なのだが、ただ、会議には、 三組織の代表だけではなく、宗教団体、本和歌の教祖などの組織とは関係ないが、影響力がある部外者も多数参加しており、人事にかなり口を出している。三組織の代表の中では、図書館警察長官が一番格が、上と扱う監修がある。アニメ版での福猫判権は、大学の裏組織のほとんどを従い管理、統括する上部組織である。 同盟の中華料理屋の地下に本部を構えており、藍島が店長を務めている。図書館警察大学図書館の本を延滞者から力ことごとくで回収する組織。回収のための個人情報収集が肥大化し、現在は政治に関与できるほどになっているらしい。印刷所優秀な学生を従え、非公式に単位習得用の偽造レポートを量産、販売する組織。 福猫飯店の資金源の一部となっている。小説版では私が深く依存することになる。自転車に小やか整理軍キャンパス内の自転車を整理するボランティア組織。近年は駐輪スペースをわずかに外れた自転車までも強制撤去していく。アニメ版では学外の路上駐輪自転車すら回収し、その転売が福猫飯店の主だった収入源となっている。 メンバーは皆ゴリラのような姿をしている。またバードマンサークルの制作した飛行機を強奪し、北の国に売り飛ばそうとした。2010年4月から7月にかけて、フジテレビ、の痛みな枠にて放送された。全11話、湯浅正明にとって小説作品のアニメ化は本作が初めてであり、森美、登る彦にとっても本作が初の映像化作品である。 また、上田誠や中村祐介がアニメ制作に携わるのは本作が初めてである。舞台となる京都市内の描写に関しては、インクラインや市場河原町界隈、京都大学などで1ヶ月弱にわたって徹底的にロケ班が行われた。また、京都府や下鴨神社、地元企業なども協力として参加している。小説の言葉遣いを活かした作品であるため、 通常のアニメよりも文字数が多く、上田誠は脚本家と声優泣かせと語っている。また、第10話は私以外の人物が登場しない話で、私役の浅沼慎太郎が一人で単一の役を丸る一話こなすという、従来のテレビアニメでは異例の回であった。2010年12月8日、2010年度文化庁。 メディア芸術祭アニメーション部門で大賞を受賞した。テレビアニメ作品での大賞受賞は創設以来、初めてであり、湯浅正明の受賞は、マインドゲーム以来の2度目である。また2011年3月1日には、東京国際アニメフェア2011第10回東京アニメアワードでもテレビ、部門優秀作品賞を受賞している。2017年1月8日より、アニメ映画、 夜は短し歩けよ乙女めの公開関連企画として、東京 MXBS 富士にて、主題歌を本放送時のものと差し替え、特別放送が実施された。本放送オープニングテーマ、迷子犬と雨のビート作詞、作曲、後藤正文、編曲、歌、エージアンカング、FU ジェネレーション第11話では、エンディングテーマとして使用。エンディングテーマ、神様の言う通り作詞、 石渡淳二、作曲、編曲、砂原義則、歌、石渡淳二砂原義則、薬師丸エ子ツ古代11話では、オープニングテーマとして使用。特別放送オープニングテーマ、迷子犬と雨のビート作詞、作曲、後藤正文、編曲、歌、シナリオアートエンディングテーマ、ラブマゲドン作詞林光介、作曲、シナリオアート、編曲、 クラサンソメムブリッジ、歌、シナリオアート DVD& ブルーレイ第1、3予感収録の TV 未放送エピソード。各は約6分に40秒。登場人物、編集各はリスト、編集。ありがとうございます。